皆様こんにちは、便利屋ハッピーの角の口です。9月14日水曜日、午後2時8分でございます。埼玉県は東松山市をメインに、動画のご案内をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ここの通りは名称なんかありましたかね。東松山市石橋地区でございます。ここもだいぶ昔と比べると左右の建物とかなり変わったんじゃないかなと思います。はい、今日もですねだいぶ暑くなっております。現在東松山市、気温33度となっております。もうこれ以上は上がらないかなと思うんですけれど、残暑厳しい状況になっております。9月半ばを迎えまして、まあ、ちょっと台風が、停滞しているというか、ちょっと週末空模様天気の具合は悪くなるような感じですかね。ちょっとあまり下準備しないままちょっと撮ろうと思って急遽設置をして、この後、吹き上げ抜けてですね、鴻巣行田の方面にちょっと向かうところでございます。左側ちょっとお店たくさんあったところ、なんとかショッピングモールがありますけれども、そこはまあ昔からありますね。東松山駅方面ですかね、まあこの先は市役所になるんですけれども、右側ですね、東武東上線、まあ、駅周辺もだいぶ様変わりしたかなというような印象であります。スーパービバホームができましたので、そこの通りも、まあ、抜けられるようになってですね、非常に利便性が高くなったかなと思います。かなり、まあ、来週お彼岸ということで、まあ、彼岸花ですね、もうあちこちに赤く見え出してまいりました。まあ、本当に稀に白い彼岸花も見かけたりするんですけれど、まあ、結構、まあ、咲いてるとこは咲いてるんでしょうけど、あまり見ないなっていうか、レアだなっていうような、あの白い彼岸花に遭遇すると、とてもなんか貴重な感じがしないではありません。でそしてまた彼岸花の、放射線状にっていうんでしょうか、あの花びら非常に、まあ、細く、曲線をなしてこう広がっていくいる、優美なお花ですね。そしてまた紅の、赤い色っていうのもとてもこう、まあ、何かまあ神秘的な感じにも見えるのではないですね。はい、東武東上線は、右が東松山駅になります。ここ踏切でたまに詰まったりしますでしょうか。波通りに行ってみようかなと思いますけれども、あの東松山の街中を通って行くルートでございます。ちょっと今私どもも検索がですね、この東松山地区あんまり上の方に来てないんだか、検索されなくなってしまってるんだか、こちらの方面のですね、東松山高坂方面、斜め左方向で、まあ、今日はですね、あのお問い合わせ高坂の方からありましたけれども、ナビ
見通しじゃなかったです、こちら側から通って東松山市役所の方を通っていきたいと思います。まあ、この左右のマンションなんかも高層マンションもやったりしたことありますけれども、やはり高層マンションの作業は大変ですね。東松山西口、北口、南口じゃなくて東口、西口になってたかと思います。東松山駅ですね。まあ、まあ地元の人なりこっち、皆さんはもう松山松山って言ってますね。やっぱり東ってつけないで、名称長く、名前が長いので松山松山って皆さん呼んでらっしゃると思うんですけれども、はい、丸広通り商店街、丸広デパートさんですか。はい、久々に東松山ですね、こちらの方の動画のご案内で撮ってまいりたいと思います。だいぶ、まあ、ここも整備されて綺麗になっているような感じですね。まあ、非常にそんなに左右の建物もすごい高くビルとして作られているのではなくてですね、なんか統一した商店街の趣が感じられます。そして、左側が東松山市役所となります。まあ、さっきの踏切まっすぐ来ればこっち出るんですけれども、ちょっと遠回りして出てきました。はい、県道47号線、失礼しました。ここからが391号線ですね。大谷材木町線、ここも頻繁によく通りますね。東松山日吉町でございます。まあ、だんだんと日が短くなってきてですね、6時半はもう結構暗くなってますんで、6時過ぎると薄暗くなっているような、感じで、9月もう半ばになりました。まあ、こちらの農協さんの気温、温度計も出ても表示ありましたけど、33度という表示です。まあ、でも夕方、夜になればだいぶ涼しいですね。まあ、虫の音が非常に心地よい限りですけど、本当に静かなところでは虫の音が耳に響くような音色は届いていますね。で、そしてまた、まあ、ヒガンバナと同時にこの時期はホウキグサ、コキアがだんだんと、赤くなってきて、あれが本当に真っ赤になる様は本当に目を奪われます。ということで、ある程度、まあ、東松山ちょっと一部分ではございましたが、ご案内をさせていただきます。ちょっとせっかくなのでもうちょっと先まで行きましょうか。今ですね、ちょうど平日は私どものご予約の件数非常に落ち着いております。ただ月末あと、まあ、3連休が2回あるんですけど、月末が恐ろしいほどに激務になりそうな雰囲気であります。はい、一の川小学校ですね。まあ、ここも、道路、まあ、しばらく前でしょうかね、開通して非常にここも、
この先出るのと、まあ、あっちの方に逆側に抜けるには本当に利便性が良くなりましたね。はい、本日も、まあ、あの雲ちらほらありますけれども、まあ、ある程度、晴天に恵まれております。はい、埼玉県は東松山市でございます。市民病院がありますキバナコスモスも、まあ、オレンジと、まあ、黄色いのもありますかね。とても綺麗ですね。まあ、コスモスもちらほら見受けられております、まあ、この微風に揺らめいて本当にあの茎の長いコスモスもゆらゆらと白、ピンク、薄紅色、綺麗な花を見せてますね。私の気持ちが以前のようには戻らなくてですね、もうかなり長いことうちに気持ちが塞ぎ込んでいるような状況です。なんとかやらなくてはいけないという気持ちで気持ちを奮い立たせて、毎日を頑張っているんですけれども、まあ、本当に自分の限界を決めないでもうやるしかない気持ちでただ毎日をやっているというような状況であります。まあ、これも考え方次第なので、本当にお客様のご依頼ご要望があるからこそなので、本当はその意味では、ありがたく本当に感謝の気持ちでいっぱいです。まあ、それがないことには本当にもっとあの憂鬱な気持ちになってしまいますので、もうどんなに大変でどんなに忙しい状況でもそれが本当に幸せだなと感じております。殿山団地ですかね、殿山町で左沢口町で、かなりの住宅街がここはひしめき合っているような人口密度の高い住宅街となっております。あ、この先は、まあ、以前一緒に、パチンコ屋さんで仕事してた、梨園を持ってる方もいますね。もうだいぶ梨もあれですかね、食べ頃になってきてるんでしょうか。だいぶ長く時間回っております。埼玉県は東松山市を走っております。沢口町、殿山町付近でございますね。ちょっと車、トラックの調子が悪いので車屋さんにトラックを持っていくところであります。ちょっとアクセルを踏み込んでも進まないっていうか、そういうトラブルがたまにちょっとあるので見てもらおうかと思っています。この先は吹上方面ですね、大鷲橋を渡って吹上方面に抜ける通りですね。はい、そうしましたら東松山市メインでのご案内となりました。お困りのお片付け不要品ですね、家具や電化製品もろもろのゴミも積み放題で受け止まっております。トラック積み放題、込み込みお得なパックであります。
軽トラック、1トントラック、2トントラックございますので、1万5000、2万5000、3万9000円で受けたまっております。詳細は便利屋ハッピーのホームページをご覧いただきまして、ぜひ、ご検討いただけたらと思います。電話はいつも、私、角の口の方が出ておりますので、お気軽に、フリーダイヤルまで、お問い合わせいただけたらと思います。そうしましたら、この辺で動画のご案内を終了させていただきます。最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございます。失礼します。